キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、ドイツのルッツヒールシャー製の、バキュームエンジン、バキュマックスのキットを組み立てて、本日調整が完了いたしました。先に起動の方の映像をご覧になっていただきました。全体の姿はこのようになっております。非常に大きい真空エンジン模型ですので、大人の価格と比べるといかに大きいかということがわかります。キット製品ですので調節に非常に時間がかかりまして、3つ苦労しました。1つはフライホイール の固定と、次にシリンダー内 このシールドの調整、およびこちらシャッターの方 の位置の調整に、苦労しました。もし興味があって、購入したいなと思う方がいらっしゃいましたら、キット製品ではなくて完成品の方をお勧めいたします。もっと調節がうまくいけばもっと早く回転すると思います。以上です。